どうも、全力投資です。10月16日水曜日、本日も資産公開やっていきます。で、今日の動画の後半なんですけれども、持ち株から決算が発表されましたので、動画の後半では私の持ち株の決算についてお話をしていきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、まず本日の日本株の振り返りからやっていきますが、昨日お話ししていた通り、今日は日本株大きく下落をしてきまして、目先はちょっと不安定な相場状況になってくるかなといった感じです。 日経平均日中の値動きを見ていきますが、今日は寄り付き直後から昨日よりもだいぶ安いところから始まって、基本的には横横といった感じですね。安いところでもあまりい買いの資金が入ってくる感じはありませんでしたので、明日以降もちょっとした材料でまた相場が大きく変動してくる可能性は十分にあるかなと思いますので、目先株価の動きには注意をする必要があるかなと思います。 そんな結果、10月16日の日経平均昨日に比べて、マイナス1.83%値下がり幅で730円、終わり値で39,180円となっています。 はい。次にトピックスを見ていきますが、日経平均と違ってトピックス、今日は結構値、ね、動き激しくなっていまして、寄り付き直後から昨日よりもだいぶ安い水準で始まったのは日経平均と同じなんですけれども、そこからトピックスに関しては結構マイナス圏を埋めていくような動きになっていたんですよね。なんですけれども、2700ポイントを回復した水準ぐらいからは、またじりじりと下値を探るような展開になっていましたので、本日は下げたところで買い戻しの資金も入っては来ていたんですけれども、それでもなかなか勢いが続かなかった1日となっています。ということで、 9月16日のトピックス昨日に比べてマイナス1.21%値下がり幅で32ポイント終わり値で2690ポイントとなっています。 日経平均トピックス、どちらの指数も今日は大幅安となっていたんですけれども、トピックスの方が比較的値動きとしてはまだ強かったかなと思いますので、日本株全体的にはそこまで悪い空気感ではなかったかなと思います。そんな一日が終わって私の資産状況どうなったかというと、楽天証券で保有している金融資産額、10月16日は昨日に比べてマイナス23万36 363円となっていまして、証券口座内の資産合計額4129万8913円となっています。 さっき見た通り日経平均トピックス本日は大幅安となっていたんですけれども私の日本株のポートフォリオに関しては下落率マイナス0.8%ぐらいでまだ収まっていましたので今日も日経平均とかトピックスに対してもパフォーマンスとしては若干強かったかなといったところです ということで、個別株の値動きを見ていきますが、日経平均とかトピックスよりもパフォーマンス強かったと言っても、やっぱり0.8%ぐらい下げていますので、結構値下がりしている銘柄も多いですね。コムシスは値動きなしとなっているんですけれども、積水ハウスとダイナンがマイナスとなっています。 はい。で、日東富士製粉がマイナス20円で、やっぱり上値が重たいですね。その下、サービス関連の銘柄で言うと、アルトナーだけがプラス9円ですね。で、食品セクターのところでは、日清用料がプラス10円となっていますが、キリンホールディングスもマイナス16円ですね。はい。で、その下の銘柄に関しても値下がりしているところばかりなんですけれども、東京エレクトロンデバイスがマイナス155円となっていまして、今日は東京エレクトロンデバイス、なかなかきつい下げだったかなと思います。その下、掃除つもマイナス28円ですね。で、不動産銘柄ですけれども、ヒューリックビル、このあたりは小幅投げ落となっています。 なっていますあと、ヒューリックリート投資法人、本日マイナス500円ですね。かなり株価も下げてきているんですけれども、含み損ちょっとずつ大きくなってきてますね。あとは、クリアマホールディングスとか、スターティアホールディングスとか、その下、クラレ三菱ケミカルの化学セクターあたりも全部下落ですね。で、このあたりで値上がりをしている銘柄が、日本空調サービスだけなんですけれども、それでもプラス1円ということですので、日本空調サービスもね、ギリギリ値段は保っているんですけれども、あんまり元気なかったかなと思います。あとは、イデミツがプラス6円ですね。で、製造業の周りで言うと、 タワーホールディングスはプラス4円となっているんですけれどもその他の銘柄はほぼ値下がりですねはいで堅気で言うと小松がマイナス37円となっていますがその反対に竹内製作所がプラス30円ですね竹内製作所なんだかんだやっぱり業績良かったんでね自社株買いも発表していますので直近の決算がまだまだ引き続き交換されているのかなと思います あとはフェローテックマイナス69円ということで本日大幅下落となっています。で、輸送用機器に関してもイスズヤマハ発動機小幅マイナスとなっています。あとは半導体関連のところで東京精密マイナス517円となっていまして本日東京精密は大幅安ですね。昨日大幅上昇となっていまして株価も8000をしっかり超えてきたんですけれどもまた7000円台に逆戻りということでやっぱり上値としては8000円が意識される展開かなと思います。 あとは、ローランドと岡村に関しては値上がりですね。まあ、この辺りもなんで値上がりしているのかよくわからなかったんですけれども、その下、商社セクターに関してはすべて値下がりとなっています。 値下がり率としてはそこまで大きくありませんので、まだ頑張っていた方かなとは思うんですけれども、やっぱりこのあたりの銘柄が全部値下がりっていうのが結構辛いところですね。はい。で、今日は比較的金融セクターの銘柄強いところが多かったかなと思います。三菱 u f j j ッ a x プラスですね。で、オリックスと野村ホールディングスがマイナスとなっているんですけれども、その下保険銘柄に関しても2銘柄上昇していますし、NEC キャピタルソリューションもプラス20円ということで、 金融セクターは比較的本日は強い値動きだったかなと思います。あと不動産セクターでイオンモールがマイナスとなっていますが、当世がプラス28円ですね。当世は本日しっかりした値動きだったかなと思います。で、ここ最近株価が激強の先行グループですけれども、本日はマイナス3円となっています。あと通信セクターは NTT がプラスですね。一方、KDDI ソフトバンクに関しては小幅マイナスとなっています。 で、エネルギー関連で J パワーがプラス16円ですね。そこからしたアイネット1年クるオ山田このあたり全部マイナスとなっていますが、最後の銘柄森とはプラス8円ということで、森ともしっかりした値動きですね。ということで、持ち株眺めてみましたけれども、今日は強かったセクターと弱かったセクターが結構はっきり分かれているかなと思いまして、私の持ち株を見てる感じでも、やっぱり金融セクターの銘柄が今日は強かったかなと思います。ということで、楽天証券で保有している金融資産額41298,913円となっています。 次に SBI 証券で保有している個別株の状況ですが、10月16日昨日に比べてマイナス0.47%値下がり幅で9120円となっています。SBI 証券の口座に関しても本日若干マイナスにはなっているんですけれども、やっぱり SBI 証券のポートフォリオに関しても、今日は日経平均とかトピックスよりもパフォーマンスとしては若干良かったので、この辺りを見ていると値下がりする中でもちょっと資金の流れが変わってきているのかなと思います。 ということで、明日以降日本株値上がりするのか値下がりするのかよくわかりませんけれども、日経平均に対しては引き続き強いパフォーマンスを期待していきたいところです。 次に、楽天証券以外で保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、10月16日終了時点で4844万4011円となっています。今日は日本株小幅な下落に留まっていましたので、総資産としてもね、昨日からそこまで大きく変化はなかったんですけれども、5000万円まで残り150万円といったところですので、10月残り2週間ぐらいになりますけれども、この先しっかりと値上がりしてくれることを期待したいと思います。 はい。ということで、日本株、なかなか上値が重たい展開になってきているんですけれども、日経平均に関しても4万円台やっと回復したと思ったら、すぐに3万9000円台の前半まで押し戻されていますので、10月中旬から年末ぐらいに向けては、もっと強い相場を期待したいところではあるんですけれども、この先もしばらくは上値が重たい展開を覚悟しておく必要があるかなと思ってます。そんな中で、私の持ち株から本日決算が発表されていましたので、今日は私の持ち株の決算について見ていきます。ということで、本日決算を発表した持ち株なんですけれども、 持ち株ではあるんですけれども、リートなんですよね。唯一持っているリートになるんですけれども、ヒューリックリート投資法人が本日2024年8月期の決算を発表しまして、リートになりますので、不動産を運用しているファンドになるんですけれども、家賃収入とか不動産の売買益に関しては今期しっかりと増えてきています。 ということで、業績の内容を見ていくんですけれども、まずはじめに営業収益。こちらは半年ごとに記載されているんですけれども、2024年8月期に関しては、その前の半年から比べると、プラス1.6%ですね。115億円となっています。で、営業利益に関しては60億円。こちらもその前の半年間と比べると、プラス1.8%となっていまして、当期純利益に関しても、プラス1.9%ですね。52億円となっています。 そんな結果、この半年間で稼いだ一口あたりの当期準利益3650円となっていまして、2024年2月期と比べるとプラス70円となっているんですけれども、半年間の利益大体70円ほど増えていますので、金額としては結構小さく見えるんですけれども、この銘柄、リートになりますので、そこまで爆発的に成長するような銘柄ではありませんから、一口70円利益が増えたっていうのはね、個人的には十分じゃないかなと思ってます。 そんな結果、2024年8月期の一口当たりの分配金3654円となっていまして、リートっていうのは稼いだ利益をほぼすべて分配金に回すような、そういった商品になりますので、その影響で法人税とかがかからないっていう特殊な法人になるんですけれども、2024年8月期に関しては、さっきお伝えした当基準利益、ほぼすべて分配金となっています。 配当成功も100ですねはい。で、この半年間の運用実績、簡単に見ていくんですけれども、2024年6月に亀戸富士ビル、東京ですね、こちらのビルを30億円で取得したみたいなんですけれども、その反対に東日本橋のビルに関しては40億円で売却しているようですので、物件数としては67物件、おそらく変化なしかなと思います。取得価格の合計金額が3927億円ということですので、ものすごい金額の不動産を所有してますね。そんな保有している不動産の稼働率、今現在 99.5%となっているんですけれども、ヒューリックが保有している物件は基本的には都心に近いところになっていまして、資産価値も高いんですけれども、ニーズもかなり高い地域に物件を保有していますので、このポートフォリオ全体の稼働率99.5%結構驚異的かなと思います。 周りの賃貸物件とかであればね、ああ、ここ空いてるな、みたいなところがポツポツ目立ったりするんですけれども、ヒューリックの場合は、イメージでお伝えすると、1000室、賃貸に出す部屋を持っているとすれば、そのうち空室になっている部屋が5部屋しかないということですから、物件に関してはね、ほぼほぼ全ての部屋が埋まっている状況となっています。 はい。で、その下に関しては、保有している物件に関していろいろ書かれているんですけれども、ここの物件が評価をもらっているとか、最高ランクだとか、あとなんかよくわからない認証を取っているとか、まあいろいろ書かれてはいるんですけれども、ぶっちゃけこの辺に関しては読んでもよくわかんないですね。 はい。ということで、まあ、いい物件を持っているんだろうというぐらいでしかないんですけれども、来期に関しても、長期の借入金とか短期の借入金とか、このあたりをうまく見直しながら、安定した財務運営を継続して収益しっかりと上げていくということですので、来期以降も引き続き今期と同じぐらいの水準の利益が見込めるんじゃないかなと思ってます。さっきもお伝えした通り、ヒューリックの物件に関しては、ニーズの高い地域にいっぱい持ってますから、それを考えればね、空室リスクっていうのもそこまでないのかなと思いますので、安定配当を求めて保有 しているリートになりますけれどもヒューリックリート投資法人は今後もそんな期待にしっかりと応えてくれるんじゃないかなと思ってます。 と言いつつですね、ここ最近株価結構弱いんですよね。で、今の株価水準なんですけれども、2024年8月に起こった大暴落よりも株価水準としてはもうすでに下がってきていますので、おそらく今日の終わりね、年初来安値かと思うんですけれども、この先株価は反発してくるのかどうなのか、なかなかね、元気に反発してくる気配もないのかなと思うんですけれども、それでも今現在の配当利回り、多分4%は優に超えているかなと思いますので、私もこの先ヒューリック・リート投資法人に関しては安定、 配当を狙って買い増しも検討していきたいなと思ってます願わくば株価も上がってほしいところなんですけどねリートに関してはやっぱり配当金を目当てに保有することになるかなと思いますので株価の値動き自体は非常に残念ではあるんですけれどもこういった値動きの時にはバーゲンセールと思ってしっかりと勇気を振り絞って買っていきたいところですねはいということで日本株引き続き横横の展開になっていますけれども一時期から比べれば結構秋内も細っていますので この先、上抜けするにも下を試すにも結構大きな相場変動が来る可能性十分にあるかなと思いますので、週末に向けてはね、様々なシナリオを想定しておきたいと思います。以上。